今年8月に登場した立ったままお昼寝ができる斬新なアイテム。カフェの中ですよ。真ん中にドーンと大きな電話ボックスのようなカプセルが置かれています。立ち寝用の仮眠ボックスになります。気になる立ち寝の仕組みは？すごいすごい、はい、こういうこと？足裏、すね、お尻、腕、頭の4箇所にあるクッションで力が分散。横になると長く寝てしまい、目覚めた後も眠気が残ってしまうため、短時間のお昼寝にはこの立ち寝が適しているといいます。さらに斬新なのが、仮眠をする前にコーヒーを飲むこと。これはコーヒーナップという仮眠スタイル。短い仮眠をした後、ちょうど起きた頃にカフェインが働くことでシャキッとし、その後のパフォーマンスに役立つといいます。ゆっくりどうぞ。行ってきます。失礼します。20分間おやすみなさい。ラッキー。いいな、ロケ中に。始まってわずか18秒。もううとうとしてきました。結局深い眠りには至らなかったものの、夢見心地であっという間の20分間でした。はい、ありがとうございました。リラックスしましたね。いい顔してる。机に突っ伏して寝るのとベッドに横になるのの中間という感じ。軽くなりました、体が。